はい、皆さんこんばんは。今日は7月の18日、水曜日のボギーチャンネル、私主催の日本の心、参議院全国比例第4支部支部長の、ボッキーデドコンでございます。今日は施設秘書とともにですね、またボギーチャンネルやっていきたいと思います。いやもう気になってしょうがないですね、こういったのが前にいると。はい、私のちょうど前にいるんですけど、後ろ姿までかなり似ておりまして、はい、今日はこの秘書ともども、楽しくまたお送りしたいと思います。さて、今夜もあっという間に70名の皆さんがお見えになっております。誠にありがとうございます。まず、はい、日本に生まれてよかったさん、はい、どうもこんばんはんこでございます。レイラさんですね。それから榎本さん、はい、上田香奈さんに、あと南大阪のあしこさん、ツッキーさん、カーターさん、スキさん、塩サバさん、こんばんはんこ、それから須崎店長、いつもありがとうございます。本当に今も一番忙しい時期だと思うんですけど、もう本当に来ていただいて感謝申し上げます。カルガモさん秘書さんにどうぞっていうことで、実はこの秘書くんですよ、秘書くん、呼ばれたんですよね。私あるところちょっと散策していると突然視線を感じたんですよね。振り向くとこいつがいまして、何と言ったかというと、僕を連れて帰ってということを言ってたもんですから、ついつい連れて帰った次第でございまして、まあ、本当にどのぐらい似てるんかということになるんですけど、結構ね、まあ、本物を見たことある方々は、あ、似てると思うと思うんですけど、まあ、見てない方々はどんなもんかいまいち分かんないと思うんですよね。しかし思いっきり白黒でありまして、はい、もうこれを見ればもうすぐ、あ、そっくりだねっていうのが、分かると思います。ちょっと皆さんにその写真をですね、お見せしたいと思います。ちょっと今お見せしましょうね。この秘書君、彼の写真、本物がこれでございますよ。まずはもう皆さんに見ていただくしかないかなと思うんですけど、さて秘書君の写真どこに行きましたかね。これでございます。トン玲奈さん、どうもこんばんはんこでございます。はい、セイラさん、リルリルやれるということで、はい、今のはい、バービー君が左側のワンコでございまして、はい、左側のワンコですね。いかがでございましょうか。片耳が垂れてて、片耳がピーンと立ってるところが何とも言えないんですけど、はい、まあこれがこれでございますついつい連れて帰っちゃいました。もうあまりにも似ているし、私を連れて帰ってって訴えてるっていう時ないですか。はい、模様までそっくりだったもんですから、本当についついもう、はい、買っちゃいました。はい、レナさん、時には私こういったものも買います。はい、だいたい白黒のものなんですけど、あまりにも似ていまして、今日は皆さんに一緒にちょっと放送をねお送りしようかなと思っております。さて、今夜もですね、いろんな話題が盛りだくさんあります。はい、その中からまた沖縄で起きている、まあ、事件、そして、ちょっと有識問題などを今日もね、お届けしていきたいと思いますけど、はい、沖縄ではちょっとね気になることが今起きているんですが、その前にちょっと沖縄らしいお話をさせていただきます。沖縄では旧暦の6月1日と7月1月、不思議なんですよ、この必ずっていいほど旧暦の6月1日と7月1日に沖縄の海岸にはスクという小さな魚の群れがね、ドワッと押し寄せます。これ何かと言いますと、はい、今宮城さん書いてますね、スクガラス、いわゆるアイゴですね、アイゴの稚魚なんですけど、これがちょうどね、旧暦6月1日、7月1日、今頃なんですけど、はい、この旧暦の時に
海岸に押し寄せてくる。あ、小杉さんこんばんは、んこでございます。でこれをね、網ですくって、あの実は何をするかというと食べちゃうんですよね。はい、これあのどんなして食べるかというと、基本的に塩漬けにしたり刺身にしたりします。でこれがあの取りたてのやつはこうしてスーパーで売られておりまして、揚がりました生すくと、生左翼ではございません、生すく。フライも美味しいと思いますよ。はい、目玉焼きさん不思議なんですよ、必ず旧暦の6月1日7月1日、塩の関係が多分あるんだと思います。はい、このように売られておりまして、これをどのようにするかというと、まずこれをね、酢で締めます。酢です。なぜかと言います、これアイゴですので、この背びれとか胸びれに実は毒があるんですよね。毒、これ釣りをしてる人分かると思いますけど、アイゴに刺されるとすんごい痛いんですよ。ですからこれ小さいとはいえアイゴですので、そのまま食べちゃうと口の中が痛くて腫れ上がってしまうということでございまして、はい、でこれは毒を、ね、打ち消すために何をするかと言いますと、酢につけるんです。酢につけてしばらく置いておきますと、この、はい、毒が中和されて無害になります。その後どうするかというと、このように醤油につけて、まあ、食べるんですけど、まあ、これをよく芝豆腐の上に乗っけたりとかしますけど、結構美味しい。はい、でも口の中でトゲが刺さってチクチクするんですけど、これはこれで非常にまた、快感という人もいます。まあ、これその時期を外してしまうと海藻を食べ始めますんで、海藻、アイゴっていうのは海藻を食べるんですよ。その海藻をね、この稚魚が食べてしまうと一気に青臭くなってしまって、刺身では食べられなくなる。ですから、この岸に寄せてきたその時に、取るのが非常に美味しいということで、生すくといって売られております。市場に行きますとこれが瓶に詰められてずらっとね、整列して瓶の中で並んでるやつがありますけど、あれはもうちゃんと、はい、毒抜きもされてますんで、もし沖縄に行った時には買ってみてですね、おつまみ代わりにつまんでみるのもいいかなと思います。ちなみに私はほとんど食べないです。魚はすくうものではなくて釣るもんだと思ってますんでね。あ、月さん、サバの刺身美味しいですよね。さて、今夜はですね、いろんな話題がたくさんありますけど、昨日沖縄では空港が大混乱になりました。これ、まあこれ皆さんご存知かと思いますけど、ね、自衛隊機が空港でですよ、滑走路上でパンクをしただけで、なんと速報が出るんですよね。速報、上田香南さん見ました？はい、自衛隊機がね、空港でパンクをすると速報が出る。タイガージェットシンさん、こんばんは、んこでございます。私大丈夫かなと思いましたよ。まあ確かにね、那覇空港の滑走路が閉鎖になったっていうのはニュースかもしれませんけど、すんごい大騒ぎ、はい、大騒ぎになっちゃうっていうことで、もうほとんどのメディアがこれを取り上げてね、自衛隊機がっていうことで大騒ぎをしまして、中には空港の中に、はい、このように人をね、向かわせて、そこから生中継をするような放送局まで現れまして、まあ本当に自衛隊とか米軍が何かやるとこんなにね大騒ぎするなんてどうなんでしょう。皆さんのところでもこんな感じですかね。はい、いやそうですよ、セイラさん、だから第二滑走路早く作りたいんですけどね。まあ、私は将来辺野古の滑走路は返還してもらって民間のね空港にした方がいいと思ってますけど。そう、凡人あと暇つぶしさん、軍民共用の空港だから仕方がないと。まあ確かに仕方がないですよね。はい、私もそう思います。だからまあきちんと再発防止、まあこれはもうあくまでもヒューマンエラーではなくてメカニカルトラブルですから、そこのところやっぱりきちんとやっとけばね、いいんじゃないかと思いますし、早く第二滑走路作ってほしいなと思っております。そう、
こういった事故が起きるとすごい嬉しそう。さて今日はね、皆さんにちょっと有意識問題をちょっと一緒に考えていただきたいと思います。はい、これでございます。外国船の違法操業を監視中、船長が行方不明、沖縄久米島沖。これちょっと怖い話ですよ。16日、午後2時ごろということでね、久米島沖の排他的経済水域で外国漁船の違法操業を監視をしていた監視船、これ漁船を、あるところが借り上げをしてですね、あるところが借り上げをして違法操業の監視をさせてるんですよ。その監視をさせてるその船から船長さんが行方不明になってるっていうことであります。船はね、9.1 トンの比較的、沖縄では普通の漁船なんですけど、そう、ラプテンさん、海保人で足りないんですよ、ね、排他的経済水域を常に見回ってることができないので、民間にこのようにですね、お願いをする部分がやっぱり出てくる。本当はね、本当はもっと船をね、潤沢に準備して民間にこういう危ないことをさせないっていうのが一番いいんですけど、現状はこのように民間の漁船にお願いをして、監視業務についていただくっていうことが今でも行われております。そして行方不明になったっていうこと、今沖縄ではこれね、結構な騒ぎになっております。実はこの鉄丸っていう船なんですけど、仲間の漁船3隻と、日本の排他的経済水域内で外国漁船の違法操業を監視と、はい、監視。そうですね、カータンさん、海保じゃなくて水産庁、水産庁っていうとますます船ないですよね。はい、本当に赤橋さん、本当に民間に頼ってる部分があります。はい、でもこのようにね、このような形で、非常に危険な業務についていただいているのに、船に一人だけとかね、常時例えば映像を流す中継をしてるとか、そういったことができていないというのは非常に怖いことだと思うんですよ。で、民間に頼らざるを得ない今の日本のね、このシステムっていうのは私今後改善すべきだと思いますしね。はい、16日午前0時の定時連絡を最後に連絡が途絶えたということで、これって皆さんどう思います？多分自衛隊はレーダーで捉えてる可能性があります。自衛隊はね、はい、自衛隊はレーダーで、この鉄丸に近づいてくる船を見つけてた可能性もありますし、もしそれができてるとすれば、もっとね、こういった連携、現場でそういった監視業務についてる船に、そちらに今不審な船が向かってるので、現場から離れてくださいとか、そういうふうにできるはずなんですけどね。でも結果的にこのように定時連絡を最後に連絡は途絶えて、船は見つかったんですけど、本当白黒福岡さん、今回一人だったみたいですね。いや、でもあんなね、遠い海の上、久米島のずっと沖ですから、そこでたった一人で監視業務ってのはやっぱりまずいと思います。だってパトカーだって二人乗ってますよね。沖縄で今あちこち回ってる、総合事務局の警備車両も二人乗ってますし、一人でやるってのはやっぱり危険だと思いますよ。もしかするとやはり費用の関係で一人だけになってるのか。そう、月さん、日本という国はね、海洋国家ですから、もっともっとね、海も領土の一部だっていう、そういった意識やっぱり持ってもらわないと、こういう事件はもっと起こると思いますよ。冷水ミミズさん、ワンオペはいかんと、その通り。ヒロさん、予算削りすぎ、その通り。どこぞの学者先生がね、防災の方にもっともっとお金を回して、自衛隊の予算削れなんてバカなこと言ってましたけど、とんでもない話ですよ、ね、こんなね、エアコン効いた部屋で、ね、涼しくやってる先生方が海に出て、ね、悪意を持った連中と対峙してくれればいいんですよ、話し合いしてね。私そういうふうに思っています。非常にこれは
有識問題。さて有識問題といえば、いろんな人たちが沖縄にはいますよね。例えばこういう人たち、まあ今日も相変わらず大騒ぎをしてたようなんですけど、まあ泥車道上にこうして座り込んでですね、車の通行を妨害して当たり前でねやってる人たちもいます。はい、今カータンさんが違法操業の監視は、海保ではなくて水産庁ということでありますので、皆さんまたこれもきちんと覚えてていただきたいと思います。まあ、このようにね、沖縄の道路上でやりたい放題をしている、まあ、沖縄の左翼の皆さん、インタビューを受けてこういうことを言ってますよね。国民の意見を発表する場がないということは困りますよねと。つまりこのように道路に飛び出して、基地反対や妨害行為をね働くことは国民の意見を発表する場だというふうに彼らは思っています。だから当たり前だと思ってるんですよ。しかしね、国民の意見を発表って言って、これがそうなんですか？これが国民の意見を発表することになるんですかね？はい、いやもうシェリーマルさんその通り、これ違法行為ですよ。飛び出してね、こうやってそれも米軍車両まで止めちゃう。これってね、アメリカからするとね、これ外国でだったら間違いなく米軍車両から降りてきてぶっ飛ばされてますよ。日本だから米軍は何もしないんですよ。日本主権国家として尊重してるから。もしね、日本主権国家と思ってないんだったら降りてきてね、ぶん殴られてますよ。私そう思います。はい、これも国民の意見の発表だそうです。はい、そしてこれも国民の意見の発表。ミクサー車にね、アリのように群がって行く手を塞いで、相手は絶対に引かないっていうことをね、分かっててやる、こういった行為、本当にね、卑怯としか言いようがない。自分の身を危険にさらしてるわけじゃないんです。相手は絶対に止まってくれるって、相手を信用して上で相手を邪魔するというね、本当にもう理解不能な恥ずかしいことを沖縄左翼は今やっております。まあ、これが現状。はい、そしてね、もっともっとわけのわからんことを言っております。今度はこんなことを抜かしております。自分たちが法律だと思ってるんですよと。皆さん絶句ですよね、これ。自分たちが法律だと思ってるんですよと。どうでしょう皆さん、まあ見るからに今起きさよっていう感じなんですけど、ね、いやこれ私思うんですけど、これブーメランじゃないですか。うん、この人たちが自分たちをね、法律だと思ってやりたい放題やってるんです。そう、文海さん、これこそ無秩序の始まり、平和の敵と、私もそういうふうに思います。そう、ゆきとさん、自己紹介、こんなことをね堂々とテレビで流してるんですよね。自分たちが法律だと思ってるんですよと、その言葉をそのまま私はねお返ししたいね。あの、自分たちを法律だと思ってるのはこういった連中ですよ。ほら、もう何日もね、口も洗ってない、歯も洗ってない、臭いね、泡盛臭い息をね吹きかけてくる、こういった連中がね、あの法律をね、あの何とも思ってない連中。はい、公序良俗違反、その通りですよね。はい、辺野古に行きますと、はい、小杉さん宣言しております。はい、もう本当にこういったのをね、沖縄のテレビで流すんですから、すごいなとしか思えないですよ。本当にお見苦しい写真をどうもすいません。はい、でもこういったことやったって誰もね納得しないと思いますよ。でも今後ね、こういった連中がやることをね、私大体想像ついてます。もうこれね、8月の埋め立て、はい、本格的な埋め立てに向けて、彼らがやってくること、もう多分止まらないと思います。はい、もう今までがね、何やっても許されてきた人たちですから、もう止まらない。まず1番、老人行動隊。彼らは自分たちのことを老人行動隊と言っております。私はこれをシルバー部隊と呼んでおります。シルバー部隊、ね、の暴走。はい、暴走です。俺たちは何やっても許されるんだっていうことで暴走が始まる。
ね、これを判決無罪、そうなんですよ。沖縄では判決イコール何やってもいいと勘違いしてるじじいたちがいっぱいいますからね。はい、年金部隊いいですね。銀林部隊というのがありましたけど、年金部隊ですか、そう、ゾンビ部隊、いやすごいですね。老人行動隊かっこシルバー部隊の、暴走が始まります。間違いなく始まります。はい、だいたいこんな人たちです。民意とかね、憲法とかね、海殺すなとか、もう見るからに、警察に逮捕されても生活に影響のない裕福な人たちの姿です。すごいね、あの警察に捕まっても生活が成り立つなんて。沖縄のやはりお金持ちってのはこういうところに集まるのかなと、 RSVP さんそのものズバリですね。はい、こういった人たちでございます。続いてね、予想されること第2弾、これもね間違いなくやる。障害者および社会的弱者の最前線への投入、かっこ人間の盾。そうです、プロ海軍工匠さん生きていけるはずないです。毎日こんなことやって生活できるなんてありえない、ね、障害者および社会的弱者の最前線への投入。この人たちね、あの障害者はね、健常者の、何人も言ってました、100人分の価値があるとか言ってましたよね。ですから彼らはこうして確実に障害者を盾に使います。今後もね、今後そうです。ヒロさんこの前ベッドで来てたのもそれですね。はい、障害者をわざと盾にします。最前線ですよ皆さん。こんなので共感得られると思ってるんですかね。まあ警察は困ると思いますよ、こういった人たちが先頭に来るとね。それをね狙ってやるんです。でも本当に思うんですけど、これっておかしいよという人誰もいないんですかね、オキパヨには。いや自分がね、自分がオキパヨだったら言いますよ、ちょっとこれまずいと思いますよと。社会的弱者前面に出したら一般大衆の支持は得られませんよって、私がだったら言いますけど、もうね、あの同調圧力全体主義ですから、はい、もう何も言えない。もしね何か異論を言えば総括される、はい、総括されて追い出される可能性が、お前はネトウヨだろうと、お前テトコンの話を聞いて感化されただろう、出て行けと言われる。そういうふうに言われるのが嫌だからみんな何も言わないんですよ。ですからこのようにね、お年寄りやね、こういった身体障害者の方々を今後どん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 最前線に投入してくると私は踏んでおります。続きまして、これ毎年あります。あの7月から8月にかけて毎年あるのが、夏休みに入った子どもたちの半基地闘争への動員っていうのが始まります。なぜかと言いますと、あの夏休みに入りますとね、あの親御さんたちはこのおじいちゃんおばあちゃんに子供を預けるんですよ。するとその預かったじいさんばあさんがオキパヨだったらどうするか、子供をなんと勉強しに行こうねと言って違法テントに連れていくんですよね。違法テントに、そして座り込みの一番前とかに一緒に座ってですよ、警察官が手を出せないようにしてしまう。去年実際これありました。はい、あの子供ね、夏休みの子供たちを、基地のね一番前に座らせて、それを座らせれば警察が手を出しにくくなると、堂々とね、あの凱旋するばあさんもいまして、本当にこの大きさよっていうのは、もう自分たちのね思想信条を成就させるためだったら何でも利用します。はい、信じられない。いや本当子供の人権無視ですよこの人たちは。だから絶対にこれはやると私踏んでおります。はい、でも本当に子供たちこんなとこ連れていけますか皆さん、ね、エアコンもない何にもない、それに変な匂いのするところに子供たち連れてってですよ。そしてね子供たちに、ね、おじいちゃんおばあちゃんの真似しようねってこんなことさせたりしたらどうしますか。これこんなに子供がね混じってたら私本当に水かけたくなりますよ。お前らもう親として失格だっていうことでね、
うん、でも本当に子供は親を選べないです。子供はじいさんばあさん選べないですから。はい、いや本当にこれだけはやっぱりね、子供を動員するのはやめてほしいなというふうに思っております。そして次危惧していること、すでにもう始まっていると思います。県民の参加者減少を補うために外国人を呼び込み投入する、はい、外国人を呼び込みます。だって沖縄の人がほとんどもうね、参加しなくなっちゃった。一般市民が今参加してるのは労組とかね、元労組とか教職員とかそういったのばっかりですよ。それをね象徴するのが、まあ、こういった写真、はい、こういった人たちがこれからどん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 増えてきます。はい、まあどこの文字なんですかね、こういった人たちがどんどん来るんですよ。もう本当に嫌になります。で沖縄と縁のゆかりもない人たちが来てね、大声でなんか叫んでる、それをねオキパヨたちが囃し立てる、もう無法地帯ですよ。はい、そしてオキパヨとねこの人たちの関係がよくわかる写真をね入手しました。これでございます。はい、これオキパヨ、奥に掲げられているのが、はい、沖教祖国神支部、学校の先生たちでございます。学校の先生たち、はい、これ学校の先生なんですよ。沖教祖って日教祖の沖縄版、拡大します。沖教祖国神支部、はい、国神のね学校の先生たち、小中学校の先生たちが平日にね子どもたちを追っ払かしてこういったことをやってるんですよ。そしてもう一つ、この写真にはもう一つ秘密が、隠されております。それは何かと言いますと、アップにしますトン、はい、これを見てもですね、沖縄のいわゆる教職員組合や労働組合と、かの国が非常に密接な関係があるということをね分かったと思います。よくね外国人が参加してるっていうのはデマだとか言ってますけど、いやこれそのものでしょうと、その沖縄のね労働組合とね特定の国の人たちが一緒になって拳振り上げてる、こんなね見事な証拠写真はないと思いますよ。はい、こうしてきちんとね外国人が参加をしております。これは事実でございます。しかしこういったことがねきちんと伝えられることはほとんどありません。ですから今後このオキパヨの皆さんはどん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 発狂していくと思います。こういう炎天下でトラックの前でね意味不明なタコ踊りをしてみたり、はい、このような踊りをしたり、そしてもう本当にもう写真がもういくらでもあるからどうしようかなと思うんですけどね、まあこれさっきの写真ですけど、こうしてね熱いアスファルトに座り込んだり、いやもう本当にもう大丈夫ですか、こういったことばっかりやっててね生活ができるなんて本当に羨ましいななんて思うんですけどね、秘書君君もそう思わないかい。はい、いやしかしまあ秘書君がいると私の顔が全然見えなくなってしまいますけど、はい、まあでも本当にねこのような感じで、8月に向けてどんどん過激化する、まあ、沖縄の抗議活動、まあ、これはこれでねまた皆さんにどん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 やっぱお伝えをしていきたいと思います。でまたこういった画像や動画を流すことで、まあ、沖縄が嫌いになっていく人たちもいると思いますけど、まあ、そういった沖縄がね日本から切り離されてしまえとかそういった言葉っていうのは我々にとってはやはり刃以外の何者でもないのでね、皆さんも今後ともそういった方々に対する、まあ、一つの、まあ、説得というか、まあ、ご説明などお手伝いいただけたらなんてね思っております。しかしそのほとんどが工作員じゃないかと言われてますけど、中には、まだまだ理解の浅い人たちもいますんで、そういった人たちを導くのはやはりこの現状を知っている人たちだと私は思っております。ということで、今夜の、ボギーチャンネル秘書が今日はねこうして登場しましたけどもふもふ、はい、秘書もちょっと呆れ果てておりますけどね、また
来週のさくらには秘書も一緒に参加してですね、皆さんと共に楽しくいろいろ語り明かせたらなと思っております。ということで、今夜の放送をこねて終了させていただきます。皆さんどうもありがとうございました。